2006年横浜市長選挙は、政令指定都市である神奈川県横浜市の執行機関である市長を選出するため、2006年3月26日に投票が行われた日本の地方選挙である。市長の任期4年が満了したことに伴って行われた選挙である。前回、現職市長を破って初当選を果たした元衆議院議員で、 現職市長の中田博氏に対して共産党推薦の松川康夫など二人の候補が挑む構図となった。選挙戦では経路パスの廃止、私立病院の民営化や市税減税による企業誘致など中田が取り組んでいる企業経営的な行政運営に対する是非を争点に争われた。選挙の結果、自民党、民主党、公明党の3党の指示を受けた中田が 他の2候補に対して大差をつけて再選を果たした。なお、横浜市議会の補欠選挙も市長選挙と同時に実施された。候補者届での締め切りまでに立候補を届け出たのは以下の3名である。今回は前回の市長選挙で政権与党3党が推する高秀秀信を破った無党派候補の中田を今回自民民主 公明など与野党3党が相乗りして推薦する構図となった。翌日開票の結果、現職の中田市長が無所属に候補を大差で破って再選を果たした。投票率は前回を下回った。なお当選した中田候補は、初当選した前回選挙の倍近い83万票余りを得たが、これは横浜市長選挙では過去最高の得票となる。 ありがとうございます。